はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は新将棋会館建設プロジェクトの将棋クラウドファンディングがなんと 8.5 億円達成したということで速報していきたいと思います。ちょっとスター棋士たちの本気度すごすぎますね。藤井八冠ももちろんすごかったんですが、それ以外の棋士たちのクラファンの売り上げも本当に素晴らしかったので見ていきたいと思います。なんといってもこのサムネの右下に映っているこのピカチュウ、これがすごかったです。これは可愛いピカチュウが王将八冠藤井聡太と書いてある駒を持っている、ものなんですけれども、こちら藤井八冠が書き下ろした王将の記号入りのピカチュウとなっております。これが売り上げがすごくて、こちらですね、一つ1万2000円なんですけど、1万2000円プラスシステム利用料なんですけど、これがなんと支援者早くも7060人となっております。で、これ7060×12000 でざっくり約8500万円ということで、ピカチュウだけで8500万円売り上げている、そういう計算になります。まあ、確かに私もこのピカチュウ見た瞬間に欲しくなって、すぐに3つほど買わせていただいております。これはもう絶対欲しいですね。2024年10月に届きますが、楽しみでございます。まだあと2日ほどありますので、まだ手に入れてないと、今初めて見て欲しくなったという方はギリギリまだ間に合いますので、よかったらどうぞというところですね。あとは2日あるんで、駆け込み需要を合わせて、まあ、9000万最終的に超えてくるかもしれませんね。ということで、今のところ支援総額は目標金額1億円に対しまして、なんと大きく倍以上上回る2億3000万円以上という形になっております。最終的には2億3200とか、ですね、300とか、あるいは2億4000とか、それぐらいまでいくかもしれません。すでに目標の 2.3 倍以上の倍、金額という形になっております。支援者の合計が9148人、まあ、ピカチュウが7000人ぐらいなんで、大半がピカチュウってことになってますけど、そうですね、まあ、ピカチュウ頼んだ人は他にも頼んでる可能性も高いので、まあ、それ限りとは限らないですね。残りはこの動画撮った時点で53時間と53分27秒という形になっております。ということで、こちらですね、私のところにメールが届いたんですが、最終期終了まで残り2日、将棋界に多大なるご協力、クラウドファンディングへのご支援誠にありがとうございます。新将棋会館建設プロジェクトは第1期から現在まで延べ2万6000人以上の皆様からご支援をいただき、支援総額は 8.5 億円を超えましたというメールが本日届きました。ということで、本当にすごいですね。まさか 8.5 億超えてくる水準になるとは夢にも思いませんでした。藤井八冠フィーバーが素晴らしかったのはわかるんですけど、まあ、それでもせいぜい、そうですね、まあ、1億いくかいかないかぐらいかなっていうふうに、ちょっと甘く見てたんですけど、まあ、本当に 8.5 億っていうのはとんでもない数字ですね。これならもうバッチリ新将棋会館建設できそうな、そんな気がします。やっぱりこう、藤井フィーバーの凄まじさはもちろんだったんですけど、羽生会長をはじめとするスター棋士たちへのクラファンも本当にすごかったんで、ちょっとその辺見ていきたいと思います。例えばこの新春トップ棋士対局回戦、豊島九段対菅井八段、これは本当につい先ほど出てきたやつなんですけど、まあ、こちらも本当におそらくたくさんの方々が応募するんじゃないかなと思います。申し込み期限が令和6年12月25日、5万円という形になってますね。これはちょっと今回のやつとは関係ないんですけど、今すぐ、つい先ほど出てきたんで、ちょっと入れさせていただきました。あとこちらですね。これは今回のやつですけど、将棋盤台紙付き飛び出す藤井聡太竜王名人ということで、ちょっと面白い。まあその、絵本パカッと開くと、この藤井竜王名人が飛び出してくるっていう、そういうもので、これもすごく可愛らしくて、3万5000円という高額ですが、3万5000円プラスシステム利用料という高額ですが、支援者43名となっております。まだ在庫57個あるということで、気に入った方はお早めにというところですね。そしてこちらですね、藤井聡太竜王名人、羽生善治九段のアクリルスタンド、こちら1万5000円ですが、支援者172名という形になっております。在庫は制限なしということで、まあ、欲しければ、まだまだもらえるというところですね。あとこちらですね、1万5000円プラスシステム利用料、
羽生善治九段と藤井竜王名人の対局が見られる、URL が送られてくるようなんですが、いやこれはもう即申し込み、個人的にはもう即申し込みの一手という感じで申し込ませていただいております。楽しみですね。これ一応寄付は公開するなと言われてるんで、ちょっと自分で見るだけになってしまいますが、ぜひ皆さんも見てみてくださいというところでございます。そしてこちらですね、七転び八起き九段佐藤康光ということで、書いてますが、これは誰でも希望棋士の名前ご記入ください、タイトルホルダー永世称号者は指名できませんというところで、まあ藤井七冠はちょっと残念ながら指名できないみたいなんですけど、まあ他にもいろんな方の、佐藤先生もあれですね、一応永世棋聖持ってるんですが、その例えば永世称号を名乗ってなければ OK ということなんでしょうか。おそらくそうだと思うんですけど、支援者100名という形になっております。あと続きましてこちらですね、現役棋士指名化ネックストラッププラス棋士プロマイドカード、こちら藤井聡太みたいにイメージが書いてあるんで、まあ、藤井聡太先生を指名することが可能という形になっているでしょうか。支援者155名という形になっております。あとこちらですね、これ可愛いですね。これもちょっと私速攻でやりましたけど、近藤亜希という作家の方と羽生善治コラボ、ピンズセット支援者164人という形になっております。これすごい可愛いですね。そしてこちらちょっと値段お高いんですけど、藤井竜王名人のミニ色紙プラスコンプリートセットという形で、こちらですね、ちょっとお高いんですけど、この藤井竜王名人の書いたこの駒がもらえるという形になっております。これは絶対欲しいな。まあ、ちょっとねお高いんですけど、7万円プラスシステム利用料ということで、軽くこう手を伸ばせるようなものではありませんが、これも個人的にはすごい欲しいなと思って今、ギリギリまでちょっと悩んでおります。続きましてこちらですね、こちら結構支援者多かったんで、まあ、税控除対象コースということで、あれですね、その寄付っていうことで税控除の対象にできるコース、新会館にその自分の名前が載せられる、山田太郎さんだったらこうドンと載せられるってことですね。これサイズが小中大と確か選べまして、大サイズだと、もっとすごくお高いんですけど、まあそれも寄付控除の対象になってますんで、まあ、税控除の対象になってますんで、興味ある方はぜひぜひというところですね。まあ、自分の名前が刻まれるの本当にいいなということで、まあ、自分もやろうかなと思っていて、ちょっと小にするか中にするか非常に悩んでおります。ただあと私の本名が晒されるとそれはそれでまずいので、ちょっと歩むでいけるかどうかっていうところもちょっと要検討というところですね。あとこちらでございます、限定4組盛り上げ駒佐藤康光賞350万円。さすがにちょっとこれはあまりにもお高すぎるということで、まだ支援者0人ですが、男気で誰か買わないかなと思って、ちょっといつも楽しみにホームページ更新させていただいております。この350万円のやつは安光九段のやつと森内九段のやつと、あと渡辺九段のやつですね、3種類ございます。いずれも残念ながらまだ支援者0人という形になってますが、さすがにこのご時世350万円ポーンと出せる人はそんなにいないと思うので、これはしょうがないかなっていうところですね。それにしてもこのピカチュウすごいですね。12,000円ですが、あっという間にこう7060人が買ったということで、まだまだ続いてますんで、今これ動画アップし終わる頃には7100人とか7200人とかなってるかもしれません。私もこれは本当に見た瞬間ですね、もう何も考えず、私が注文した時はまだ100人とか200人だったと思いますけど、速攻でこれは買いました。プレゼントにもいいし飾っといてもいいし、最高ですねこれはね。はい、ということで、そんな感じでまだ少し時間ありますんで、残り53時間53分27秒。多分この動画出し終わる頃には50時間切ってるぐらいだと思いますけど、ぜひ皆様も、おすすめでございますというお話でございました。それにしても支援者9148人のうち、ピカチュウがやっぱり圧倒的な支持を得ているというところで、本当にね、これだけでもぜひおすすめでございます。
在庫数制限なしということで、まあ、無限に買えるということですね。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、失礼いたします。